はいどうも、池旦那です。今日の動画はちっちゃい国に殴り込みに行こうという企画です。ちっちゃい国って敵がいないからみんな油断してるんですよ。ちょうど静電戦もやっているし、ギルドラリーもやっているしで、殴り込みに行くには今がぴったりなんですよね。だけど今のこの勢力で行くと石が足りねえので、全力で体脂肪を落とします。今回ダイエットの指導をしてくれることになったトレーナーのラストマンさんです。諦めずに全てを私にぶつけろ。それがダイエットの近道だ。早速いましたね。10億超えだったのできついかと思ったんですが、中身見たら兵士が少なかったので、謎のリーダー付きの中流が入っていたけど気にせずラリーをしていきます。なかなか硬かったけど、さっきの中流入れてたっしょ、捕まえましたね。先に中流部隊が戦うのでそれで捕まえました。中流は相当強くないと今みたいに簡単に捕まっちゃうから気をつけてね。次は平和な国あるあると言いますか、兵士が少ないのに野焼きをしている人がいたんですよ。平和な国だったんだろうけど、行かせてもらいます。とても美味しかったです。ラブレターまでいただきました。最後は要塞戦が始まっていたので、相手のリーダーを捕まえてみようと思います。リーダーが入っていそうなところにひたすらとつりまくるだけですね。失敗したけど惜しいな。
やっぱりこういった国って戦闘慣れしていない人が多いのか、うまうまな人がいっぱいいました。2回目が成功したところで終わりたいと思います。ありがとうございました。これつえー。